Go! ヒロが5512 Go! <laughs> やっはらー皆さん、こんにちは、ミやビンでーす。はーい。Go! ってことは、つまりこちら。本日は、アンティームのゴーのイヤホンをレビューしていきたいと思いまーす。ゴーです。それでは、ひもじ、ゴーです。せーんぱい。よいしょ。せーんぱい。せーんぱい。はい、せーんぱい。 十五です <laughs> ガチ先輩中学の先輩25です。あれな,なんだっけ何のバアバランチで首相役やってた25<あ>です。そうだ。あの最近アバランチ見たばっかだから、めっちゃ新鮮。みんな知ってる俳優と映画監督もやってる25です。俳優ちょっとヘッドホンしまもなんだ。ええね。ちょっとマイクトラブルがありまして、はい。ええー、この間ね、うん、撮った動画が2本。 ど,どん音声が入ってなかったとと。まさかの。はいうことで、今回ですね、はい、マイクを変えまして、ね、<お>急遽、こちら、アーカーゲイド。こちらですね。かっこよくなった、えー。ライダーさんになりました。おめでとうございます。レビューしてーっていうのがあったらレビューしてもいいんですが、はいえー、音はこんな感じです。で えー、ちょっとねマイク怖いんで、うん、モニターしながらやってますなんか新鮮だね <laughs> <laughs> 似合うなえーっと今日はアンティームさんの GO さん GO <laughs> さんはですねはいえーっと GO さんは 10mm のチタンウーハーに VST2 ツイッターのハイブリッドになっておりますウーハー えー、こちらをね、聞いて、参りましょう。はい。DH80 ヒリスちゃんで、DH80S で。80S。えー、今回はリケーブルなしで。はい。標準のケーブルで 3.5mm シングルエンドで。はい。えー、バランスの、にした時の話は僕が喋ります。えー、というわけで、あ、o ミュージックで。 アッポを、A、AC でいきます。はい。はい、というわけで、ブラックピンクさんで、ラブシック i c k g o k うん。う <laughs> んうんうん。あの、めっちゃ、 つっつって天気が、もりもり。はい。えー、平井大さんで、スタンバイミー、スタンバイユー。あと、平井大さんわかりやすいけど、刺さりそうで刺さらないっていうところ。はい。 え続きましてワニマスさんで「てむに」うんああそれはうんはい痛いええ「シムシオさんワンオクタカさんでカーテンコーうん なこういう落ち着いた男性バラードの曲は合いそうでもかボーカルもメインでオッケーもちょっとメイン感があるからこういろいろこうなってるこうぐちゃってはいあごめんえーっと綾瀬さんで「夜なでるめの」 あ、でもこの曲合う。なんか定型って感じだから、すごいなんかね、迫力はすごいと思う。はい。えー、Coldplay BTS で My Universe。うん。 うんうん。ダイナミックさはすごいけど、やっぱ刺さりそうっていうのがちょっと急になる感じ。はい。はい、感想どうぞ。なんかね、定期もりもりでね、刺さりそうって曲がね、刺さらないんだけどね。でもなんかそういうなんか、この際どいっていうのが多かったから、曲選びそうだなっていう印象です。だけですか だけあと300行ぐらいがなくていいですかあとなんかまあ、うん、オケとボーカルがグワーってなってる。グワお互いが強めだから、グワーってなってる感じだ、うん、そうでございます。はい。というわけで僕の番ですかはい。えーっと、アンティームゴー。なんでゴーになってるかっていうと、うん、まあ、ゴーなんですよ。何のゴーですか なんかすごくこう。ぐわーって。ぐわーって。だってこれ、稲妻が飛んでるじゃん。シャシャシャ。稲妻が。ぐわ、うん、ーッっていう音です、うん、っていうね、まあ。多分アンティームで一番力強い音という意味だと思うんですけど。うんうん、これはわかりやすいパッケージ。えーっとね、音質側いってきます。はい。広域、えー、は、シャキシャキクリアした、クリアしたじゃないよ。うん、クリアな広域で、刺さりそうで刺さりません。うん。うん で、箱出しは刺さる曲があったので、うんえー、平井大さんで刺さらなくなるまでエイジングしました。うん、はい。<laughs> なので、これを買った人はエイジングしてください。うんうん、で、ミッド中域はくっきりとした中域で、解像度も高いんですが、若干硬いので、ボーカルも硬く出てきます。うん で左右に広い中域で、低域に負けない中域で、バランスはいい感じです。で、ロー低域は、ここでね、うん、ゴーさんの理由なんですけど、重点音仕様ということで、空<ー>、TI3 エディション2よりも低音出てます。っていうか、うん、アンティームの中で多分一番低音出てます。めっちゃ音、厚みあるもんね。うん ただまあ嫌な低音、重低音、低域ではなくて、キレと重みのある低域なんで、まあそんな低域です。そ域で,で、す。音場音場は普通です。うん、で、中高域は左右に広い感じです。でね、まあ、アンティームで一番結構硬い系な音で、うん、で、ドンシャリ系なんだけど、中域も埋もれず出てるんで、うん まあそれをみやびは混ざっちゃうみたいなことを言ったかもしれないですね。<ー>えー、引っ込んでるとかはないんえー、っとね中高域の空間と解像度ボーカルを楽しむのがみやび。うん、ですると、えー、重低音から低音がズドンと出てそれでいて中高域もちゃんと出てる。えー 迫力系、元気系が5といった感じになっております。うん、宮城と比べると。うん、で、余韻や伸びは宮城や小よりはちょっと劣ってますっていう感じです。雅、うん、とか小の方が余韻はあります。伸びとかは。うん、で、まあ、どんな人に向いてるかというと、迫力ある気持ちの良い重低音。 低音と、しっかりと出てくるバランスの良い低域に埋もれない中高域を楽しみたい人におすすめです。はい。だからまあ、アンティーブのイヤホン今まで視聴とかしてきてて、とか持ってて、うん、もっと迫力があるのがいいな。うん。重低音とか低音欲しいな。うん、と思ったら、豪かなと。うん。いう感じです。うんうん。で、はい、バランス接続にすると、 中高域の伸びが増して、分離感も増して、艶感も増すんですけど、銀線とかシルバーですね。銀線とか銀行と線、あと混合線とかだと中高域が増幅されます。うん、なので、銀線とか銀行と線だと、広域が歪むこともあるので、リケーブルは銅線あたりがいいんじゃないかなと僕は思いました。うん、はい。というわけで、はいえー アンティームさん。うん。初めてだね、この厚みは。この厚み。うん、アンティームさんで。やってまいりましたが。はい。まあ、みやびとやり、ショーもやらせていただき、うん。ソラライト2019。で、みやびみんなも大好評のぐんまちゃん。ぐんまちゃん。そして GO と。うん。5本目。おお。まあ、アンティームはね、一応、フルコンプリートしようと思ってます。おお。だって全部、 聞いてないと、知らないと、チューニングできないので。ああ、確かに。うん、まあ、そんな感じとなりました。はい。で、価格がですね、うんえー、13,200円です。おお<ー>。そんなお高くありません。はい。で、リケーブルできます。はい。MMCX です。うん、ええー、というわけで、はい。みやびさんは、このアンティーム5。はい。買いますか、買いませんか かいまーせんなんか。うーん、長井さん泣いてるよ。長井さん泣かないでください。会ったことないけど好きです。<laughs> <laughs> <laughs> え、なんかちょっとね、私の最近耳の傾向とはちょっと違ったから、厚あつ、定域が盛り、なんかなんだろう、めっちゃなんか厚みありすぎて、逆に私のようないろんな曲聴く人は、 して選んじゃうのが残念かなあっていうのがあったから。みやびの心にはヒットしませんでした。ああ。なるほどね。はい。って感じなので、次は日持ち。はい、こちら、アンティーム五。売りますか。売りませんか。売りま。せん。なんだよ。うん、だって、アンティームの中で一番。元気系、迫力がある系だから。確かに。 元気がいい曲を聴きたいとき、これいいじゃないですか。だから、ね、あの、似たようなの揃ってると、売りますって言うかもしれないですけど、そうだね。違うんで、系統が全然。味付け変わってるんで。ガラッと変わったよね、これは。だから、まあ、同じ 10mm のチタンウーハー VST2 のツイ i ターのハイブリッドでも、チューニングでこんなに変わりますよっていう感じでございます。なので、売りません。はい。 というわけで、今日はこんな感じになりましたので、はいえー、私は、だらんとしシュッシュッシュッ。はい。よいしょ。はい、今回、アンティーム5。結構ね、ほんとにね、なんか、他のイヤホンが、厚みがなんか、ま、あるものもあると考えて、だいたいこれと考えたら、5、これって感じぐらい、ほんとになんかね、厚みが急にグーンってますから、 なんかそういう本当音、さっきひもじも言った元気系の曲を聴く人とか、そういうなんか厚みを感じてみたいっていう方はぜひともなんか視聴して、なんか、うん、見てほしいなって思います。なんか本当にね、違うから、その違うっていうことを試すだけでも全然ね、面白いと思うからぜひともね、視聴できる場所へ行ってみてほしいなって思います。はい。皆さん今日もありがとうございました。え、よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。